どうも全力投資です7月2日火曜日本日も資産公開やっていきます で、本日の動画なんですけれども、後半ですね、私が保有している銘柄のうち、7月権利確定で配当利回りが高い銘柄を教えてくださいということで、週末の動画にコメントをいただいていましたので、本日は私が保有している7月の権利確定銘柄について、1銘柄お話をしたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども、今日日日経平均めちゃくちゃ強かったですね。終わり値でも4万円台回復ということで、明日以降の値動きにも期待できる日経平均 の動きだったかなと思います。 日経平均日中の値動きを見ていきますが、寄り付き直後は昨日よりも安いところから始まったんですけれども、前場の間にプラス圏に浮上した後、後場に関しても、寄り付き直後はちょっと弱い値動きになるのかなと思っていたんですけれども、2時ぐらいまでぐんぐんと上昇した後、そこからは値を保って終了となっていますので、今日は日経平均非常に力強い一日だったかと思います。ということで、7月2日の日経平均昨日に比べて、プラス1.12%値上がり幅で443円、終わり値で4万74円となっています。 はい。次にトピックスを見ていきますが、今日もトピックス非常に強い一日だったかと思います。より月直後は日経平均同様に昨日よりもマイナス圏に沈むような時間帯もあったんですけれども、引け値では本日のほぼ高い水準となっていますので、トピックスも明日以降の値動きには注目をしていきたいと思います。ということで、7月2日のトピックス、昨日に比べてプラス1.15%値上がり幅で32.34ポイント、終値で2856ポイントとなっています。 ということで、日経平均トピックス、ともに本日は1%を超えるような上昇になっていたんですけれども、トピックスに関してはね、バブル後の最高値を更新中ということになりますので、この先どこまで高値を追っていけるのか注目をしてみていきたいと思います。そんな1日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、7月2日は昨日に比べてプラス268,834円となっていまして、証券口座内の資産合計額、4,068万4,607円となっています。 ということで、本日も私の持っている日本株はしっかりと値上がりしてくれたんですけれども、ポートフォリオで言えばね、だいたい1%ぐらいの上昇となっていましたので、パフォーマンスとしては日経平均とかトピックスには負けているような状況となっています。はい、ということで個別株の値動きを見ていきますが、 今日は建設とか設備関連に関しては比較的しっかりとした値動きのところが多かったんですけれども、ダイダンが引き続き値下がりとなっています。直近ではダイダンが株価3000を割り込んできているんですけれども、ダイダンはここ最近株価の動きが冴えないですね。で、サービス関連に関しても今日は非常に値動き強かったかなと思います。JC リクルートメントもプラス27円でしっかり上昇していますし、アルトナーとかヒューマンホールディングスとかもしっかり上昇してますね。はい。で、食品セクターに関してはキリンホールディングスマイナスとなっていますが、日清容量がプラス四十円ですね。今日は食品セク スターに関しては値、ね、動き待ちまちといったところですでハードオフコーポレーションがプラス41円ですねハードオフコーポレーションはかなり値、ね、動きいい感じですねでエルマテックがマイナス -8 円ということで小幅下落となっているんですけれども東京エレクトロンデバイスプラス105円ですね株価も一時期4100円ぐらいまでは下がったかなと思うんですけれどもこの値、ね、動きを見ていると反発に入ってきているのかなと思ってます で総日がプラス54円ですねこちらもしっかりと上昇していますはいで不動産セクターに関してはヒューリックが小幅上昇となっていますがウィルが小幅下落ですねでヒューリック・リート投資法人に関しても小幅な値動きとなっていますので不動産セクターは本日は値動きに力がなかったかなと思います で、クリアマホールディングスはプラス11円となっていますが、その下、スターティアホールディングスですね、マイナス13円ということで、スターティアホールディングスもね、ここ数日はちょっと株価難聴な感じですね。はい。で、科学セクターですけれども、クラレがプラス11円となっていますが、三菱ケミカルがマイナス14円ですね。一方、タキロン CI がプラス3円ということで、科学セクターに関しても本日は値、ね、動きマちマちといった感じです。で、SRA ホールディングスマイナス70円ですね。こちらの銘柄は本日値下がり率そこそこ大きかったかなと思います。 はい。で、J タワーがプラス23円ですね。ここ直近かなり下げていますので、反発にしてはね、ちょっと物足りないかなといったところです。あと、アルプス技研とかフォーカスシステムズとかヤマダコンサルティンググループ、この辺りも上昇してますね。で、イデプラス41円ですね。出光もこのペースであれば高値取ってくるんじゃないかなと期待しています。 あとは、ものづくりに関連するようなところも今日は比較的値、ね、動き強かったんですけれども、東洋タイヤですね、プラス50円となっていまして、まだ含み損が出ているんですけれども、しっかりと上昇しています。で、日本電気ガラスが小幅下落となっていますが、日本特殊陶業もプラス55円ですね、しっかり上昇しています。はい。で、日本製鉄が小幅下落となっていますが、SWCC がプラス95円ですね、こちらもしっかり上昇していますし、3話とか DMG 森製機に関してもね、今日は比較的値、ね、動きしっかりとしていたかと思います。 で、小松あたりもプラス79円ですね。こちらも大幅上昇となっています。あと、アネスと岩田とか iPhone とか、このあたりに関しては株価さえないですね。で、コプロホールディングス、プラス13円ですね。こちらの銘柄も、ここ最近は株価しっかりしているんですけれども、その下、輸送用機器、イスズ自動車がマイナス9円、一方でヤマハ発動機がプラス14円ということで、輸送用機器に関しては本日値動きまちまちといったところです。で、白銅がマイナス54円ですね。で、その下、半導体関連でいうと、東京精密がプラス120円、しっかり上昇していますし、 に関しててもねプラス42円ととといいうことで大幅上昇となっていますはい。で、そこから下の銘柄群は値、ね、動きまちまちかなといったところです。タカランカンパニーがマイナス30円ですね。今日はタカランカンパニーも持ち株の中ではそこそこ売られていたかなと思います。あとは岡村が値、ね、動きなしでバルカンもマイナス30円ですね。で、消費者セクターですけれども、伊藤中プラス147円ということで、株価はついに8000円台に乗せてきています。 あとは調理がマイナス5円となっていますが、その下の商社に関してもね、結構強いんですよね。金松プラス13円で、佐藤商事もプラス4円ですね。稲畑産業もプラス50円でしっかり上昇していますし、伊藤チェネクスもプラス14円ですね。1%近く上昇しています。はい。で、今日も金融セクターがめちゃくちゃ値、ね、動き強かったですね。三菱 UFJ プラス62円ということで、こちらも株価ついに1 8 0 0円台に入ってきています。 あとはジャックスがマイナス5円となっていますがオリックス野村ホールディングスこの辺りも値、ね、動きしっかりしてますねで保険株に関しても損保ホールディングスプラス55円となっていますし東京会場に関してもプラス195円ですねここ最近は保険株めちゃくちゃ値、ね、動き強いですねでその下の不動産セクターに関しても本日は方向感のない値、ね、動きとなっています あとは通信セクターに関しても本日は比較的踏ん張っていたかなと思うんですけれどもスカパーがプラス29円ですねこちらはしっかり上昇していますが NTT が本日は値動きなしですねで KDDI もプラス36円ということで0.7%ぐらい上昇していますけれどもソフトバンクに関してもプラス14円ということで今日は通信セクターでは NTT だけが株価の値動き物足りなかったかなと思います はい。で、電源開発がマイナス12円ですね。で、アイネットがプラス20円ということで、アイネットに関してはしっかり上昇しているんですけれども、そこからした1年、クレオ、ヤマダ、モリトと全部マイナスとなっています。ということで、持ち株眺めてみましたけれども、今日は持ち株のうち大体、だいたい75%ぐらいの銘柄が買われていたかなと思いますので、どのセクターの銘柄も今日は比較的値動きしっかりしていたのかなと思うんですけれども、値下がりしている銘柄に関してもそこまで大きく下がっているところありませんでしたので、今日は持ち株全体的に見て、いい値動きをしてくれていたところが多かったかなと思います。 ということで、楽天証券に保有している金融資産額、4068万4607円となっています。はい、次に SBI 証券の NISA 座を見ていきますが、7月2日終了時点で56万2800円となっています。 で、SBI の NISA 座で保有している銘柄は、まだ上の200株だけになるんですけれども、本日は上がそこそこ値下がりしていましたので、本日は SBI 証券で保有している NISA 座の残高がちょっと減ってしまっているんですけれども、上に関しては価格セクターの中では比較的業績も安定していますし、直近では配当金も結構増やしてきていますので、本日終了時点では残念ながら含み損が出ていますけれども、この先まだまだ期待して保有していきたいと思ってます。配当利回りも結構高いんでね、 はい。ということで、本日私の持っている個別株は、SBI で保有しているウベがちょっと値下がりした一方で、楽天証券で保有している個別株は結構値上がりをしていましたので、トータルで見れば非常に満足できる値動きをしてくれていたかと思います。次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、7月2日終了時点で4589万2725円となっています。ということで、4600万円まで、あと10万円と少しというところまで総資産額も増えてきたんですけれども、 明日以降もトピックスの値動きがしっかりしているようであれば資産額4,600万円台は手堅くクリアしてくるかなと思いますので明日総資産額4,600万円台に突入することを期待したいと思います。 ということで、ここ直近日本株の調子がめちゃくちゃいいわけなんですけれども、動画の後半ですね、週末にアップした動画でコメントをいただいていまして、7月に権利確定できる所有している氷回り銘柄の情報が知りたいですということで、あくまで私がどんな銘柄を保有しているか、この点についてお話をしていきたいと思います。特に今からお話しする銘柄が推奨銘柄とか別にそういうことではありませんので、私が保有している7月権利確定銘柄ということで見ていただければと思うんですけれども、7月権利確定の銘柄っていくつかあるんですか んでですすけれども一番注目して見ているのはアルトナーですね7月2日終了時点で株価は2078円となっているんですけれどもここ3ヶ月ぐらいは株価も下落トレンドだったんですけれどもちょうど直近2週間ぐらいですかねそこを打ったかなというところで直近では徐々に株価が上がってきている銘柄となっています。 はい。で、このアルトナはエンジニアの派遣会社になるんですけれども、ソフトウェア開発とか電気電子部品の技術者を派遣しているような会社になるんですけれども、主要取引先はホンダ技研工業ということで、ホンダに技術者を結構派遣しているような会社となっています。 はい。で、私が注目している理由なんですけれども、アルトナはここ数ヶ月ぐらいは株価さえなかったわけなんですけれども、業績めちゃくちゃ安定してるんですよね。2015年以降は増収増益をずっと繰り返してきているということで、EPS も10年間で10倍ぐらいになっていますし、BPS に関しても2015年で108円だったのが、2024年1月期では402円まで増えていますので、めちゃくちゃ成長している会社なんですよね。それに伴って配当金もずっと増配を繰り返していまして、連続増配年数でいうと9期連続となっているんですけれども、 2022年から見ても配当金倍以上になっていますしそれで今配当利回りが3.85%ということですのでそれだけ業績が成長しているっていうことなんですけれども技術者の派遣ってぶっちゃけどうなのっていうところなんですけれども今世間ではこれだけ人手不足と言われていましてエンジニアの派遣業っていうのはね今後もまだまだ需要があるかなと思いますので 人を増やせばね、それだけ事業が拡大していくということになろうかと思いますので、その点ではね、シンプルに売り上げを立てやすいというところもありますし、賃上げの中でエンジニアの派遣単価もどんどん上がっていますので、あるとな、この先もまだまだ業績の拡大は期待できるんじゃないかなと思ってます。 ということで、こちらの銘柄、7月権利確定となるんですけれども、中間期の配当金1株当たり40円ということで、年間で言うと80円なんですけれども、さすがに中間期で増配を発表する可能性は少ないかなと思っていますけれども、個人的にはかなり期待をしている銘柄となっています。 ただ一点付け加えておくと、私としてはですね、7月に権利確定する銘柄を無理に買っていく必要もないかなと思っていまして、いい銘柄があれば7月権利確定じゃない銘柄に関しても全然買っていけるかなと思っていますので、長期で見れば今買い時の銘柄って他にもたくさんあるかなと思っていますし、そういう意味ではアルトナーは7月権利確定する銘柄ではあるんですけれども、権利確定にこだわらず他の銘柄もフラットに探していくのがいいのかなと思ってます。 はい。そんな感じで本日は週末にいただいていたコメントにお答えさせていただいたんですけれども、ここ直近本当に日本株が好調ですね。トピックスも高値を取ってきていますので、このままのペースで私の資産がどこまで増えていくのか、今週残り3日ありますけれども、引き続き期待して日本株を見ていきたいと思います。以上。